世界へようこそ。だるまです。決まった。さてと、今回はヤバいプリン、ヤバいポトフ、ヤバい卵黄漬けなどなどに続くヤバいシリーズです。イエーイ。ちょっとかかかかえてやろう。かかかかえて、こういって、こうしてイエーイ。そして今回皆様にご紹介する料理はヤバい卵丼というものです。もうね、とにかくめっちゃ簡単でめっちゃうまい。それでは材料紹介に入ります。さて、今回のヤバい卵丼で使用する材料こちらですね。ごま油、お酢、片栗粉、お砂糖、めんつゆ、ウォーター、チーズ、エッグ、そして、今ご飯炊いてるんでちょっとゴリラで代用しています。以上。それでは作っていき、マッチョ。まずはね、卵2個割っていきまっちょ。そしてこちらにスライスチーズ2枚。スライスチーズがない方はピザ用チーズでも大丈夫。細かくちぎり入れまっちょ。そしたらこちらをね、よくマッチョ。はい、ということでね、こちらで卵液の準備完了。あ、一応言っておきますが、私だるま料理研究家ですからね。皆さんは筋肉の芸人みたいな感じで思われてるかもしれないんですけれども、どっからどう見ても料理研究家でしょう。ということでですね、お次こちらのフライパンですね。フライパンにサラダ油大体大さじ2分の1杯ぐらい加えてあげてください。そしてこちらをね、弱火ぐらいで熱していきまっちょ。もちろんフライパンを温めている間はトレーニング、タイムイズマニーならぬタイムイズマッスル。ということでですね、フライパンが温まってきましたので、こちらに卵とチーズを入れていきます。卵とチーズを入れたらカルボ飯の要領でよーくマッチョ。ここでね、チーズをよーく溶かすこと、そして卵となじませる、カルボ飯の要領ですね。これポイントですね。はい、もう固まってきたらあとは火を止めて余熱でね、チーズを溶かしていく。そしたらトロトロになりますので、ほら見てください、トロトロ。そしたらね、熱々のご飯の上から卵とチーズをかけましょう。こんな感じでご飯の上に卵とチーズをね、盛り付けることができたら、お次にあんかけを作っていきます。まずはね、この汚れたフライパンをウェットティッシュ等でな、このように拭いてあげます。もれて。はい、ということでね、こんな感じでフライパンの汚れを取ることができたら、こちらにお水、お酢、めんつゆ、お砂糖、そして片栗粉、普通に入れた方が早いやん。そしたら火をつける前に片栗粉をね、しっかりと溶かしてあげます。
この時にですね、フライパンが熱いと片栗粉がね、ダマになってしまうので必ず火を切った状態でしっかりと混ぜてあげてください。こうすることで片栗粉がダマになりません。そしたらこちらをですね、中火で加熱をしてとろみをつけていきましょう。そしてね、加熱している間はダマにならないように絶えず混ぜ続けてください。こんな感じでね、加熱していくにつれてとろみがついてきますので、はい、ということでね、こんな感じでいい感じにとろみがつきましたら、こちら火を止めましょう。そして最後にごま油。ごま油を加えたら軽くね、あんになじませます。これで OK。 はい、ということでですね、やばい卵丼完成いたしました。5分ぐらいで簡単にできちゃいますね。それではいただきまっちょ。まずはね、クリアティンから。ちょっと料理で疲れたんで筋肉に栄養を与えます。クリアティンね、これ見て、ウトゥーディみたいな色してる。ウトゥーディみたいな。筋肉喜んでるわ。それじゃあ卵丼いただきまっちゃね。このね、あんかけと卵とチーズがめっちゃ合うんですよね。いただきまっちょ。うん、あ、鼻にご飯粒いったやつ。鼻の穴にご飯粒いったやつ。うん、いったやつ、いったやつ、ご飯粒いったやつ。うん、うますぎて、うますぎて鼻の中にご飯粒いっちゃいました。うまい。うん、うん、うまい、うまい、うまいのポーズも筋肉収縮。あのね、あ、口に入れた瞬間、すいません、まだ鼻の中にご飯がおります。はい、口に入れた瞬間ね、ごま油の香りがふわーっときます。そしてそこからチーズのコク、そして卵のトロトロ感、もうこれら全てがですね、絶妙にマッチョしております。もうね、5分もあればちゃちゃっと美味しいやばい卵丼ができてしまうので、時間がない時でも満足した一品に仕上げたい時、ぜひお試しください。今日もマッチョでした。